どうも高見です。今回ね、その責任を押し付ける人っていうのはリテラシーの低い人だっていう話をしたいんですけど、企業の行うマーケティングにしても、その物が売れなかったら、その消費者、今まで買ってた購買層で、かつ若者何年離れみたいな言葉が一時変わってたじゃないですか。そういう人たちは自分自身の売る力っていうのがないってことを認めたくないからこそ若者に責任を押し付けるっていうことがあったし、まあ勉強しない子供が多いっていう状況でも、それは親世代が子供に対してテレビを見てああと笑ってる時間があって、もう本読んでないっていう、そういう姿を見せてるからこそ、子供も似たように遊んじゃってるっていうのが現状だし、まあ、業績の上で企業にしても、多分上の人は相当ブラックなんだよ。そういうハラスメントして、なんだよこの上司みたいな思われてね、いかにその上司が俺はいいことやっている、俺はすごいやつだと思ってても、旗から見たらただのパワハラやってる上司とか思われてる。だからこそ責任転嫁があるからこそ、まあその子供世代が伸びていかないっていうのはあるんじゃないかなって私は思うんですよね。まあ、大抵、まあ、おそらく高度経済成長時代、で働いてる段階世代じゃないですか。その世代からある悪い風習が今こうつながってて景気悪化してるんじゃないかなって私は思ってるんですけどね。皆さんはどう思いますか。たまにはこういうことを考えてみようかなと思って撮ったんですかね。考えてみたら楽しいかもしれません。それでは。